早瀬太郎三郎3月4日没年不明は、日本の商人、大阪府多額納税者、資産家、地主、実業家、大阪府大阪市東区横堀5丁目生まれ、早瀬太郎三郎の長男、大阪府立大島中学校に入り、1902年に卒業、仙台太郎三郎の病没により、家督を相続し、全命、ため次郎を改め襲名した。 1907年、早稲田大学長科卒業。今木屋と称し、貸し事業を営み、傍ら会社の重役であった。東海工業社長、大阪土地協会会長、大宮中央土地、木津川土地運河、八馬木泉閣、取締役、東北工業、九州石炭工業、早瀬都料店、東洋ベアリング、栗葉宝石核監査役。 早稲田大学評議員などを務めた。貴族院科学納税者議員選挙の五選資格を有した。趣味は、法学、読書、スポーツ、旅行、打球、ゴルフ、洋曲、長唄、テニス。宗教は新宿。住所は、兵庫県芦屋市山手町、大阪府大阪市東区、横堀、道区、河原町。早家は号を今と称し、 その祖先は、先州の出である。はじめ材木商を営んでいたが、初代、大野兵衛の後、五代目太郎兵衛にいたり、配偶として、京都の浜島の娘を迎えて、以来、家風が、貴族的に返事、ために商業を中断したが、六代目太郎兵衛にいたり、再度材木問屋を開始し、以来数代を経て傍ら砂糖問屋、出版業、金貸し業等を営み、 太郎三郎にイタリカ業を廃止、大阪市政に関与し、公共事業に尽くした。ありがとうございます。